皆さんこんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貨はですね、60点だけを決めるという、そんな話をします。これは朝のライブをしているときに、ふと質問をいただいて、私の100点ってありますか？どこにありますか？そんな質問をされたときに、あーと思って、ちょっと、考えた後に、ちょっとね、振られてすぐ答えなきゃいけないと思ったんで、すぐ答えたんですけど、ちょっとあんまりね、答えが明確というか、自分の中でこう、スパッとこうだっていうふうに思えなかったんで、ちょっとしばらく考えて、あ、その後にね、あ、そういうことか、みたいなことをちょっと思い出したんで、ちょっと話をしますけど、まずね、60点っていうところをまず私は基本にしているんです。ここまでできたら60点。だし、周りもそれを納得してくれるだろうと思えるような、点数を60点に、基本目標にしてます。で、とりあえず、及第点、合格点みたいな。で、それを超えたら、61点以上があるわけなんですけど。じゃあ、もう、これ以上はないだろうっていう100点っていうところ、あるかないかって言われると、私の中ではない。っていうふうに思ってたんですけども、ないという理由がちょっとあんまりはっきり分かんなかったというか、その場では答えられなかったんですけど、よくよく考えてみると、ちょっと私のビジョンに、通じるものがあって、私のビジョンっていうのは、いい人、理想像がいい人っていうことにはなってるんですけども、そのいい人っていうのは、実は、どこの位置でもいいんですね。要は、最終的な、到達点なんですけど。ただ、その到達点、理想像みたいなところが、じゃあどこが100点っていう話は、自分では決めてない。ここまで行ったら100点だろう。なぜかというと、それは、自分がこう、登っていくというか、成長していくにおいて、こうなってるところで100点を迎えるかもしれないし、こうなってるところで100点を迎えるかもしれない。今はこの辺だと思ってるんだけど、このブレ幅がある。で、到達したとこが、せいぜい 100点どうかなっていう感じですね。で、今持ってるところもね、例えばこんぐらいだとしても、それ以上になるかもしれないんで、だからあえて100点を作んない方がいいのかな、というふうに思ったので、それが、私が、私自身も納得できるような答えかな。いうふうに思ったわけです。だから、あえて満点、100点は作らないし、で、それを目指しちゃうと、それ以上になれない。っていう、そのデメリットがある。ということがあり得るので、私はあえて100点を設けない。どちらかというと、満点を設けない。100点っていう結果もあるかもしれないんで、120点かもしれないし、80点かもしれないんですけど、ただでも、到達点は到達点だし、で、今思ってたところと同じところっていうこともあり得る。満点、どこが天井かっていうことは決める必要がないというふうに思いました。というところです。ちょっとね、もう一回、通常の60点のところに戻るんですけど、60点を超えてさえいれば、私はいいと思って、で、それが60点以上かどうかっていう、いや、じゃあ実際のところ70点なのか、80点なのか、っていうところは、あまりこう気にしてないっていうところになるんですよね。これはね、さっきの話のもう一回繰り返しなんですけど、満点を作っちゃうと、基本減点するしかないっていう、その減点主義的な話になっちゃうし、で、60点って、線を引いていけば、もうそこから上は加点なんで、別にそれが、60点を超えて、100点すら超えて、120点でも別にいいんじゃないとかって話。なので、あえてその100点満点というところは、あえて不必要がないというふうに、考えてましたというところが、さっき分かりました。そんな話です。私の 今日の、ポイントとしては、満点はあえて作らない。そんな話になります。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。